うわー、タカです。放送4回ね、終わりました。2月20日日曜日、ダイヤモンドヘッド編ね、流したんですけれども、皆さん見ていただきましたでしょうか。実際ね、後ろのダイヤモンドヘッド登ってみたんですけれども、思った以上に息が切れて、その様子までもこうちょっと伝わるような感じで、流れてたんじゃないでしょうか。もう少しで体鍛えておきたいと思います。はい。で、それではですね、今回放送されたダイヤモンドヘッド編を、こちらでも YouTube で流していいという許可いただきましたので、流してみたいと思います。皆さんどうぞ見てください。はい。六本木のバードランドからお送りするハワイアンライブインバードランドです。今回も素敵なハワイアンソングとフラ、そしてハワイからの最新情報をお届けします。最後までお楽しみください。在住のフォトグラファーのタカさんこと増田貴博さんが、皆さんが気になる今のハワイをお伝えするハナホーハワイです。ハナホーハワイはハワイ語でもう一度という意味です。もう一度ハワイ行きたいですね。タカさんのハワイリポートです。今回はワイキキに最も近い絶景ポイントのご紹介です。早速呼んでみましょう。おはー、太田さん、ザ・バースの皆さん、タカこと増田貴博です。タカさんのハナホーハワイ、はい、今回第2弾ダイヤモンドヘッド、じゃん、を紹介します。その前にこちらの公園、皆さんご存知でしょうか。はい、ワイキキの東側に位置する、うん、東京ドーム13個分の広さを誇る大公園、カピロニ公園です。こちらではですね、ローカルや観光客の人たちが賑わっておりまして、ウクレレフェスティバルやさまざまなイベントが行われます。あとホノルルマラソンのゴール地点でもあります。あ、そっか。ダイヤモンドヘッド、高さ 232m、 ご覧の通り緑も綺麗ですし、山も青々とします。冬のダイヤモンドヘッドはご覧の通り緑色です。夏場は抹茶色になります。抹茶色になる、ね、またね、夏になったら紹介したいと思います。はい。で、今回このね、緑色になった状態をここハワイの人たちはグリーンベルベットと呼んでるようです。はい、ではね、この綺麗なハワイのダイヤモンドヘッドの景色をまたお見せしますので、行ってみましょう。はい。ダイヤモンドヘッドのビジターセンターです。はい、ローカルの人にもアメリカの観光客にとってもすごく人気な場所です。早速登ってみましょう。今現在我々がいるところはこちらの場所で、ここからですね、ずっと登って上がっていきたいと思います。はい、歩いて2分ぐらいの地点です。ここからですね、山頂見えてます。ちっちゃい子たちも登ってます。頑張ったね。途中途中ね、このように休憩スペースが設けられてます。皆さん無理のないように。はい、じゃあここからですね、いよいよ本格的に登山道入ります。この先はね、舗装されてません。はい、歩いてね、15分、ちょうどね半分ぐらいの地点でしょうか。だいぶね上がってきました。
トンネル内ですね、密になるため、こちら必ずマスクをするようにということで、サインが出ております、うん、皆さん必ずマスクをしてね、登っていきましょう。はい、はい、トンネル内です。前と全然もう何年も変わりませんね、ここね。洞窟みたいとこ入ってくのよね。はい、トンネル抜けた後ですね、左側に来ると展望台があります、うん、で展望台のその横には迂回する、この階段がですね、山頂へと続いております、うんうん、今回はですね、こちら階段、はい、この階段、こんな登んの、チャレンジしていきたいと思います、うん、ものすごい急勾配です。ここは一気に自分のペースで上がります。はい、いやきつい。下の人がね、あんなちっちゃく見えます。戦時中ですね、うん、軍の、そう、軍のね、要塞ということで、うん、そうでした ね、 ここね、海からね、攻めてくる敵兵を見つけるための監視塔と、あとそれを迎え撃つ迎撃用の砲台などがね、うん、設けられていました。これを登ってまいりました。ね、美しい景色の中でね、戦争が行われていたっていうのは、ね、本当に想像できないです、うん、はい、皆さんどうですか、このハワイの景色。素敵。先ほどね、下から撮ったカピオラニ公園を、一望しながら、その奥に見えているのが、はい、ワイキキです。ワイキキ、皆さんね、この景色をね、ちょっとね、堪能していただきたいと思います。ハワイに来たらね、ぜひね、この景色を、はい、写真に収めて、大切な人とね、記念撮影を撮っていただけたらなと思います。今山頂にね、いますので、マスク着用しております。日差しとても眩しいです。はい、こちらね、登って来られる際は、いろんな、帽子、スニーカー、あとね、通気性のいいシャツ、お水、そしてね、もう一つ、サングラス、持ってきた方がいいです。眩しいです。はい。ということでね、今回第2回目のリポート、ダイモンデッドからお届けしました。また、ハワイからね、素敵な映像をお届けしたいと思いますので、皆さんぜひまた見てください。はい。タカさんの花穂ハワイ、第2回目これで終わります。太田さん、ザバスミさん、アロハー、ありがとう。タカさん、どうもありがとうございました。雨上がりに行くとね、綺麗な虹がね、ワイキキにかかるんですって。見てみたいですね。タカさんこと増田貴博さんは、ハワイで活躍しているフォトグラファーです。コロナ禍の今、日本の皆さんにハワイを身近に感じてほしいと、YouTube でハワイの最新情報を配信したり、日頃撮影しているハワイの美しい風景の写真パネルや写真をプリントした可愛いアイテムを取り扱っていらっしゃるみたいですよ。タカさん、次回もよろしくお願いします。それではタカさんがリポートしてくれたダイヤモンドヘッドの歌をお送りします。皆さんご存知ですよね。カイマナヒラです。
ハワイアンソングの名曲カイマナヒラをお送りしました。この後はハーラオの素敵なフラをお送りします。六本木バードランドからのお知らせです。大滝美子とザ・バーズのハワイアンミュージックとお食事をお楽しみいただけるメレフランチを開催しております。完全予約制のハワイアンライブです。ご家族お友達とぜひお越しください。ご予約をお待ちしております。毎週水曜日の夜、バードランドがハワイに変身しますよ。題してアロハナイトインバードランド。ハワイの夜をテーマに、バードランドが厳選するアーティストたちが週替わりでライブパフォーマンスを披露します。詳しくはバードランドのホームページにアクセスしてくださいね。今週のプレゼントはこちら、はがきに番組の感想、ご希望の商品をお書き添えの上ご応募ください。たくさんのご応募リクエストお待ちしています。マハロはい、朝8時台、ちょうど日の出がですね、ダイヤモンドヘッドの上にこう太陽出てきております。今日月曜日祝日になっておりまして、プレジデンシャルでですね、ご覧の通りこちらカピオラニ公園ではですね、もうすでにたくさんの人がね、ローカル地元の人たちが集まってですね、もう今日一日ここでね、バーベキューを楽しもうということでね、木の下皆さん陣取っております。はい、もうだいぶねコロナの、規制も緩められて、収束をね迎えるまでになってきているようなんで、はい、もうこのようにね、ハワイもたくさん人が集まれるようになりました。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね、太田さんたちの歌とバンドの様子もね、入れさせていただきました。代表的なこのダイヤモンドヘッドの歌、カイマナヒラという歌なんですけれども、僕も大好きな歌の一つです。それではですね、これから毎週日曜日まだまだ続きます。今度はですね、いろんなフラの話だったりだとか、ワイキキにまつわるね、不思議な石の話だったりだとか、そういったものもレポートしておりますので、次の日曜日の放送またお楽しみにしててください。はい、東京 MX チャンネル2ハワイアンライブ in バードランド、のタカさんの花穂ハワイですね、こちらの方もまた見てください。撮影からね、仮の編集、そしてあと、まあ、機材持ってったり MC も全部ね、一人でまだこなしてる状況なんですけども、もっと人気が出てね、評判が良くなったらこう今度なんとかこうスタッフさんがついたりするのかなとか思いながら、ちょっとね頑張ってこれからも撮影していきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
ということで、また皆さん次の日曜日お会いしましょう。マハロー。